すげえとこから始まったなこれ。だってさ、この何だろう、 Steam でさゲームやるときってさ、必ずこの最初に音量を小さくすることから始まるじゃん、作業としては。だからなんか最初のオープニングの画面から、じゃあ今日はこれって言いたいんだけど、それをやるとあの音がでかすぎてブチ切れるっていうさ、未来しか見えない。明るさ、明るさはあれじゃないのこれ、ダークソウル的に言うと100にするべきなんだろうけど、まあそれは俺はそんなに気にしなくてもいいんだよ。ゲームパッド設定でも B 決定だよ。じゃあいい、あ B じゃねえよ、 A か、 A が決定でしょ。いやー、どうしようかなこれ。クラシック、クラシックって、おう、クラシックってどういうこと。ああ、そういうことね。これは別に、これは別にいいんじゃないの。モダン、ボタン1個で全て解決しそうな名前してんの。オリジナル、ああ、どうすかなこれ。あーでもこれさ、すごいごくごく最近アップデート入ったらしいねこれ。 Steam 版ってこれができなかったらしいんだけど、これとかなんかいろいろ CS 版2がさ、スイッチだっけ、スイッチに出したっけ、 PS か、 PS とかで出てるやつにはなかった、あった機能が Steam にはねえっつってなんかよく言われてたんだけど、まあ、なんか音源もこうやってオリジナルに戻せるっていう、まあ、とりあえずアレンジでやろうかね。オリジナルはもう一回聴いてるから、アレンジに関しては俺聴いてねえから、まあ、その方がなんか、難癖の付けどころもあると思うんでしょう。何プライバシーポリシー。なんだプライバシーポリシー。おお、全然関係ねえとこ開いたわ。全然関係ねえブラウザが開いて、めちゃくちゃ長文読まされるやつだ、これ。長っ。これ全部読むやついるのかな、これ。っていう、いつもの俺の流れが。ここから悪魔の契約までがセットだから。おい、ライセンスが全部英語、しかも長、すごいな。誰が見るのこれ、誰が読むのこれ。これは何、ライセンスは入れなきゃいけないのこれ。誰か読むと思って入れてんのかこれ。これを端から端まで読むやつって相当だよ。いやー、なんか久々だよね、こうやって実況すんの。一人で喋ってさ、一人なのに、モニターに向かって一人で喋って、ゲームをするっていうことの異常性について考えさせられてる。ニューゲーム。軽くネタバレだけど、今回5人名前付けられるから、なんかいつもの5人の名前が、5人の名前ちゃんと入れられる。よかったね。懐かしいな、FF5。FF5 は俺が、小学校何年かな、あれ。小学生だったよな、あの時。小学生の時にね、なんか定価で買った記憶があるな。定価で買ったっつうか、買ってもらった記憶があるな。9000。いや、違うな。あれ違うか。割引されて、9000いくらだったのかな。定価確か11,800円とかだよね、これ。12,800円だったっけ。6が12,800円で、5が、あれだったっけ。ちなみに6は、あ、お前は城を守るのだ。決して追ってきたならぬぞ。タイクーン号。ここ自動送りなの？ここ自動送りだったっけ。まあまあ早い。風の様子が変ってすごいな。どうなってんのか。私にも感じられます。結構送り早いな。これ容赦ねえな。俺は別に呼べるけど。風が変って、俺高校の時にさ、自転車通学だったんだけど、行きも帰りも向かい風だっつって、常にキレしたんだけどさ。そりゃ、俺が自転車で動いてるから、そうそう強力な風が吹かない限り、追い風にはならんよな。冷静に考える。バカすぎるよ。高校の時の俺バカすぎるでしょ。
行きも向かい風だったら、なんで帰りも向かい風なんだよ、つって。めっちゃ綺麗したからね、毎日。バカすぎるよ。風が止まる。風は腐り。違う、なんだっけ。風は止まり、大地は腐り。みたいな、いつものやつでしょ。風が止まった。風が止まることもあるんじゃないの、でも。たまにあるでしょ。そんなことも。何って言うんだろう。何かあって何っていうことなかなかないよね。びっくりしたとしても。うわーってなるよ。結構冷静だよ。人生で一回ぐらい言ってみたい。まず言わねえだろうなっていう言葉をセリフに使わなきゃいけないっていうことは結構あるけど、漫画界で。なとかさ、なってなんだよ。冷静に考えるとなとか言わねえよ。びっくりした。何とかキャプテン翼でしか見たことねえよ。チョコボを焼いて食おうとしてた。このね、隕石落ちてくる音がさ、めちゃくちゃうるさくてさ、スーパーミコンの時。今もそこそこ音するけど、これだいぶ抑えられてるよ。あ、でもうるせえわ、やっぱり。めちゃめちゃうるさかったんだよな、これ。懐かしいな。ああ、チョコボの胸肉食いそびれたわ。あ、勝手に開いたぞ。メニューを開くと汁。まあ、大体一緒でしょ。キャラクター表示。ミニマップ。通常移動。歩く走る。切り替え。エンカウント。オンオフ切り替え。そんなことできんの？今、どっちこれ？エンカウントオフ？あ、そんなことできんだ。まあ、今、チョコボだから。変わんねえの。コンフィグでなんかいろいろいじれんでしょ？ブースト機能。ほら、これ。エンカウントとか。経験値がっつり上げたりとかできる。お金増やしたりとか。最初は面白くないからとりあえず。で、ね、あの FF5 なんだけど、俺その小学校の時にやってたんだけど、なんかね、いまいちハマらなくて。なんでだろうね。よく理由はよく覚えてないんだけど、いまいちハマらなくて、あんまりちゃんとやってないんだよ。まあ、一応クリアをしたんだけど、すごいなんか火力ゴリ押しでクリアしたっていう。しかも全然印象に残ってない。なんもねえし。あ、斜めに乗れる。で、なんか隠しボス的なやつがいるんだけど、そいつら一人も倒してないんだよ。めんどくさくて。ボコって言うんだもん。チョコボだから。じゃあコボなんじゃねえ。それは著作権的に良くないやつ。今更というかさ、今になって思うのが、ゴブリンはこれこいつを連れて何する気だったんだろうな。あんまり深く考えてなかったけど、当時は。まあ。じゃあ言えないようなことをあれやこれやしようという。ファイブってそうね、なんとなくなんかキャラが薄いっつうかさ、その4とか6とかに比べると、あ、主人公決められたらなんかどうすかな。
なんか大体主人公っていうか、あれいつも誰にしたっけ。でも2も3も主人公っていう主人公じゃないもんな。対等、全員対等みたいな感じだったから。じゃあいいや、お前はゆらりんだ。この名前でいいですか。特殊な文字や記号などは正しく表示されない可能性があります。大丈夫、これモザイクかかんない、この名前。俺はゆらりん。チョコボーと一緒に当てのない旅をしてるな。何してんだお前、どうやって行けんの。これが突然空から降ってきて爆風で飛ばされて気を失って、よく無事だったな。まあまあでかいぞ。それでなぜかゴブリンに連れてかれそうになってたけど、いや、そのキャラはさ、なんか当時としてはなんかキャラ薄いなと思ってたんだけど、 FF5 って。でも今よくよく考えると FF5 って結構なエロ要素だよな。エロ要素多めだよ。あれ、助けてくれ。あ、無視できんね、一応。通常走りもできんだ。え？あ、無視できるんだ。これ走った方が早いんじゃねえの、これ。そうだ、なんもないんだよ、この状態で行っても。残念ながらね、時間の無駄なんだよ。早よせえという声が。早よせえという声が。常になんだな、これ。なんか、ああ、そっか、これ押した時だけできるんだ。これ、こっちの方がいいわ。あ、なんかある。フェニックスの王。じいさん。ここはどこじゃ、あいたた、頭を打ったようじゃ。今よく見たら、すげえ服着てんな、ガラフって。あ、いや、名前言っちゃったけど。まあ、ちゃんとした名前つけてもらえねえからね、別にいいか。なんか昔の戦隊もののチャージマン犬的な服を着てるな、これ。記憶喪失。名前以外のことは何も思い出せんでしょ。あれ、これな、全員の名前変えられなかったっけ？今更だけど。しまった。そうなっちゃうのか。そして話の内容については一切触れないっていう。俺は旅を続ける。当てのない旅をしてるからな、しょうがない。なんだよ、当てのない旅。最装備最強、高モード継続、オートバトル継続。ああ、そっか、オートバトルあんのか。オートバトルいいよな。オートバトルが一番あれだわ、一番いい機能だ。名前変えらんねえか。うん、ちょっと調べていい？名前変えられなかったっけ。FF5 名前変更。名前変更あったっけ。名前変更したいんですか。できんのかい。ピクセルリマスターは最初に名前決めた名前、 3D リメイクはキャラ加入時に名前を決められます。そこから名前を変更することはできません。変えられなかったっけ。なんだ、じゃあ俺でよかった。俺。まあいいや、しょうがない。あいつの名前誰にしようとかいろいろ考えてたのに。
さ。なんだよその目は。焼き鳥にすつ。鶏の胸肉。まあでもそうだよ、最終的には食べるつもりなんだろう。非常食用に。まあ、食べれるところはいっぱいありそうだけど、うまいのかな、チョコ。人乗っけて走り回る種族だから、まあまあ筋肉ありそうだよ。なんか硬そう、肉が。レベルアップ、いきなりレベルアップ。ゴブリンあれだな、よく見たらなんか履いてんな、こいつ。俺全裸だと思ってた。なんか履いてるね。すげえな、3人乗せれるんだ。まあまあでかいよな。ってことは、ミラリンって呼ばれるの面白い。隕石が落ちた時のショックであちこちで崖崩れや地割れが起きてる。そうなの。すごいな。よくそんなことを把握してる。この一瞬で把握してるなっていうか、その震源地にいたお前ら、なんで平気なの？まあ、風の神殿っていうところに行かなきゃいけないっていう話ですよ。やっぱ俺も行くぜ。世界を旅して見て回れ。いいな、世界を旅して見て回る。今度東京行くときとか電車で行きたいなと思ってるよ。電車と新幹線とかで行きたいよ。でも行かなくちゃ。ノリで決めたな。よし行こうぜ。ノリ。ノリだけで決めた。明確な目的とかそういうの何もない。まあでもなんだ、旅立ちの決意。まあでもノリって大事だよ。ノリって大事だと思う。お前どうやって降りんだこれ。ああ振る舞いっていいのか。こんなところに洞窟が。地震でできた。地震でできる。チョコボ放置プレイ。これゴブリン食われるんじゃねえの俺。そっか、なんか当たり前のように名前変えられると思ってたから、名前変えられないの残念だな。本当に変えられない。でもそうか、まあ、原作からできなかったっけ。あれどうだったっけ、全然覚えてねえわ。なんか全員の名前を決めたような気になってたわ。っていうのを今ちょっと一応調べてる。あれでも6ってさ、名前変えれるよね、確か。あんまり変えるってことないだろうけど。FF6 の、シャドウの名前を自分の名前にしたっていう、特大の黒歴史があるんだけど。だから6の名前変えられるっていうのは覚えてんだけど、そっか、5って変えられないのか。だからなんか印象薄いのか。でもそれ、名前変えて別に、他のやつ、まあ、主人公の名前は決めるだろうけど、他のやつの名前とか別にそんなに変えたりしてなかったからな。
最初から変えることはできますよ。できないのか。別にできても良さそうなもんだけどな。あの泉は回復、ここでめっちゃレベル上げてもいいんだけど、あんまり意味がないから。オートどこ、これか。素手か。うわ、なんもねえ。マジで素手。なんか落ちなかった。なんとか別に音楽のアレンジそこまであれじゃないけど、そこまで嫌じゃないけど、なんかえらい評判悪いよ。海賊いいな、見た目で海賊ってわかる。まああれがスイッチですよって教えてくれたんだろうけど、なお、なるほど、なるほどじゃねえよ。あんなもんわかるやつ、あんなでかいドクロがあったらとりあえずでも触らないか。あんま触ろうとは思わないか。そんなに苦戦しない、しばらく苦戦しない。風もないのにどうやって走ってるんだ。山に囲まれてるけど、どうやって見たのこれ。どうやって見たんだ。改めて見るとツッコミどころ結構ある。小学校の時やって以来だからな。リメイクもさ、ゲームボーイだったっけ、あれもやってないんだよな、俺。ゲームボーイアドバンスのやつもやってないし。マジで久々なんて。え、さっきのね、海賊船か。見りゃわかるだろ。見りゃわかるだぞって。言うのもあれだけど、人を見た目で判断してはいけないなどと言うけど、どう見ても海賊だよ。いや、これでやっちゃいますよ。海賊じゃなくて、こんな格好してますけど、善良な、こう、なんていうか、海の男たちなんですって言われても、誰も信用しねえ。信用しないし、なんか入れ墨全開で善良な市民ですって言ってるのもんだから、それ無理だから。海賊船なんかあったっけ。なんでみんな寝てんの。なんでみんな寝てんのって言うとさ、あとなんかこのマップの切り替えのロード微妙に長くないこれ。なんか。なんか微妙に長いよ。微妙にここもっさいよ。これなんとかなんねえ。よし、出発だーって。船の中に思いっきり海賊いたけど、それはいいの。俺の船を盗もうとは随分と大胆なやつ。王将。
お願い、船を貸してください。風の神殿に行かなければならないよ。お父様が危ないな。情報を詰め込もうとすな。まあ、まとめて全部言ってくれるのはいいけど。タイクーンのお姫様かい。こりゃいいカレーになりそうだぜ。どこに売るんだろう。まあ、いろんな使い方があるかな。なんで見せたの、それ。そのペンダントは。なんでわざわざアピールしたの。お前知ってるやろ、なんか。何か知っとるやろ。でも、牢屋に入れるだけだから。何かしようっていう、あれはない。だいたい誰じゃ海賊船を盗むなどと言い出したやつは。ジジイ。ちなみにこのジジイの名前を俺にしようと思ってたんだけど。あんまり全部読まないから、気になったら一時停止して読んでくれ。まあ、そんなに内容ないから大丈夫。なんか同じようなことを言い方変えて言ってるだけだから、ずっと。今のところ、風の神殿に行かなきゃいけないっていうことと、隕石が落ちてどうこうっていうことしかこいつら言ってねえから。他の情報何もないから。なんか新しい情報入ってきたら言うわ。なんだって体育のお姫さんが俺と同じペンダント。まず、これぐらいか。新しい新事実としては。なぜか一緒のペンダントを持っていると。さあ、どうしてでしょう。みんなで考えてシンキングタイム。風の神殿に向かう。またノリで。なぜか協力してくれると。話が早くて助かるわ。こんなの、今の FF とかでさ、こんなのやったらもう長くてしょうがないですよ。ここに行くまでにもう2時間ぐらいかかってるだろ。ムービー3本ぐらい入ってる。いや、話が早くて助かるわ。風が止まってるのに、どうやって船を動かすの？シルドラ。酷使されてる。動物虐待。どうなんだろうね。召喚獣ってこの世界、召喚獣じゃねえか。こう、なんか、このドラゴンとかどういう扱いなんだろうね。モンスターとか。やっぱりこう、モンスターをさ、基本的には俺らこうやってモンスターを倒して進んでいくわけだけど、そういうのに難癖をつけてくる団体みたいなのがいるのかな。船の上敵出ないんだっけ。このゲーム出ないか。まあ、ちょっと軽く買い物だね。酒だ。海賊でも酒売ってくれるんだ。犯罪者でも温かく迎え入れてくれる。風のクリスタルの力を機械で増しているおかげで、今までよりずっと船を走らせることができるようになったんだ。お前らもいっぱい食え。あん？よく見ると、レナちゃんも可愛いな。もってどういうこと？
誰と比べてんの？かしら。え、もう酒ありません。海賊たちが全部飲んでしまいまして。よかったね。え、そこに座ってこっちをお向き。ほほほほほほ。なんだこれ。何をされてるんだよ。レナもいるけど何をされてんの。そして右下になんか枝豆が。何この枝豆。別に覗いてるわけじゃないぞ。いや、いいんだけど全体像が見えないから。枝豆ずんだもん。あ、ピアノもやってねえな。これもなんかさ、まあ、言っちゃうと各地にいっぱいあって、最後にはなんかめっちゃ上手くなってピアノマスターになるみたいな、そういうイベントがあったと思うんだけど、これもやってねえな俺確か。お前がいるせいでいけない。寝てるし、ちょっと俺が見てくる。お前すげえな。ノックとかしないんだね。ゆらりどうしたんじゃ。いや、なんでも俺おかしくなっちゃったのかな。大丈夫、もうおかしいから。ゆらりさんだけがいじられてくる。怒られるわ、後で謝っとくわ。全員均等にいじられるはずだったのに、ゆらりさんだけが無限にいじられる世界になってしまう。しょうがない。お前ら何やってるんだ、しっかりしろ。殴らないと。殴ればよかったら。我がちょっと一人になりたいんだ。またな。借りかけとけよ。っていうか。不用心にも程があるな。このゲームって壺とかになんか入ったりしなかったっけ？っていうか、3とかの頃からあるから普通にあるよな。え、初心者の館っていいわ、めんどくせえ。ここじゃねえか。近っ。めっちゃ近いのに、近いのに連れてこうとしやがった。それで金をせびるんでしょ。水のクリスタル。ああ、武器ね。これはね、まあ、物しか買えねえか。ああ、でも確か、ハリスがダガーだから、買わなくていい。テント。ポーション。うん。ああ。魔法ね。まあ、これも後ででいいっちゃ後でいいんだけど。今、持ったところで使えないから。運河の魔物は女しか狙わないんだ。スキルだ。でも分かんないか。ゾックの意味。運河の魔物が女で、なんていうか、嫉妬とか妬みとかそねみとかそういうので女で狙ってるっていう可能性もあるから。俺置いてく気か、俺置いてく気かって。お前が一人せえっつうから。で、風の
の神殿はここになります。一体どうしたんですか。急に風が止まって魔物が神殿に入ってきたのです。神殿から湧いたわけじゃないんだ。ていうかこんなに大人数で行ってたんだ。なんか一人で行ったみたいな。全体的に話が早くて助かる。葛藤とか悩みとか葛藤とかためらいとかそういうものはないんだ。どうしよう。どうかな。レベル上げなくてもいけるっちゃいけるんだけど。行っちゃおうか。特になんか縛りを設けてるわけでもないし。まあ一応ボス的なやついるんだけど、まあいけるでしょう。ちょっと待って、俺草ーよかったよかった。一切セーブしてなかった。死んだらまたやり直した。一から。アタック食らってこれだから大したもんね。革の帽子、帽子とか誰が使ったか分かんねえ。帽子とかあんま被りたくねえよ。あとどういう帽子なんだろう。革の帽子胸肉が、こいつバラしたらしばらく肉に困らなそうです。なんか最近鶏の胸肉をさ毎日食ってたらさすがになんか若干嫌になってきた。ちょっと考えなきゃいけないかもしれない。ブロードソードダガーが結構強いんだよな。あんま変わんねえんだ。普通に殴ってりゃいいんだっけ。なんかあったっけ。この間に殴ったらやばいやつでしょ。今回この説明はないんだ。わかりやすい。これどうなるんだっけ。この間に殴ったら。俺それ知らねえわ。やったことないから。こんなバレバレな状態、手が滑ったりもない限り殴らんでしょ。あ、そう、このゲームってさ、ボス倒しても経験値入らないんだよ。だからレベル1攻略とかがさ結構楽しかったりするらしいんだよ。なんか当時俺そういうのもよく分かってなかったからあれだったけど、まあなんか改めてそういう動画とか見るのも結構楽しかったりと。まあ、結局 FF4 とか6ってそんなに戦略性というかそういうなんか攻略の楽しみみたいなあんまねえからな。ストーリーはいいんだけど。
なんだ、炎の心、勇気。どういう理論で、どういう理屈で撃ち抜かれてるんだ、俺。水ってなんだっけ？いたわり。いたわり。優しさとかじゃねえんだな、そこは。なんでそんな分かりづらい言葉を選んだの？いたわり。一瞬分かんねえ。ひらがなで書かれても分かんないよ。いたわり。漢字で書かれてもよく分かんないけど。土のクリスタルってなんだっけ？根性とかだっけ？違った、希望だってよ。風ってない。自分勝手とか。適当とか。探求。あ、そう。クリスタルの心。え、お前たちは選ばれし4人の戦士。4つの心が宿るもの。勝手に決められた。風のクリスタルは砕け散った。そして他の3つのクリスタルも砕け落とした。お前たちはそれを守るのか。邪悪な心が蘇ろうとして、すべてを闇に変える。話が早い。全体的に話が早いな。4人の戦士。4人の戦士。勝手に決められたな。これ断れないのかな？駅前でこういう勧誘されたら絶対断ると思うんだけど。決められました、あなた方は4人の戦士です。これから旅に出てくださいとか言われても。すいません、ちょっと仕事ありますんで、みたいな。クリスタルが言ってんだから、そうだっていう、あれがあるのかな。クリスタルの言うことだったら、聞くのかな。祭壇の裏にワープ。風の心、探求。クリスタルのかけらの使い方、アビリティシステムについての説明を聞きますか。あー。でも30年ぶりくらいに聞いてみるか。じゃあ。クリスタルに選ばれし、戦士たちはそれらに宿った勇者の心の力、序謀を授かることができます。チョコボは敬語なんだ。どうでもいいけど。レベル6。序号を使いこなすと4人はそれぞれその序号の能力を身につけていきます。これをアビリティと言います。まあそうだね、それを付け替えができるんだよね。レベルが上がると黒魔王レベル1とか覚えて、戦士の職業に黒魔王をつけるとか、そういうことができるんだ。そういう楽しみがある。今回どうしようかな。あんまり考えてなかったけど、いや、なんかあんまり使わなかったなっていうジョブでクリアしたい。ジャンプできる黒魔同士、白魔同士を、白魔法を使えるナイト、白魔法を使えるナイトはそこそこ使いでありそうだけど、ジャンプできる黒魔同士は何の意味があるのかよくわからない。
ビリティポイントを増やすと白魔同士のアビリティである白魔法を覚えます。それをつけると白魔法が使えるナイトが完成。使い道があるのかどうかはよくわからん。大した説明じゃねえよお疲れ。久々にお前の話を30年ぶりに聞けてよかった。多分30年前もねあんまり話聞いてなかったと思うけど。というわけであんまりなんかやったことないやつにしたいな。どうせなら、まあ、大体さナイト、モンク、白魔同士、黒魔同士とかでしょ。あんまり面白くないよ。まあでも最初のメンツからするとまあしょうがないっちゃしょうがない。見た目で決めるか。まあこうずーっと見せて思ったんだけど、こいつなんか変態だよねド変態みたいな格好してる。って言いつつ主人公を青物にしていくっていう。夫のビジュアル強いよな。レナは文句が強すぎるんだよな、俺の中で。大体文句にしてた。どうすかね、今回でもシーフとかにするのか。ガラフか。ガラフが大体文句とかやってた気がする。クロマ同士も結構似合うよな。クロマ同士文句あたりが結構見た目的にいいから、それにしてた気がする。どうしするか。ファリスがナイトとかかな。どうするか。なんかいきなり白魔同士レベル6とか覚えてんだけど。どういうこと。ああそういうことか。はいはい、分かった。ジョブのね。こうなる。やっぱね、序盤はね、そもそもそんなに選択のあれがないんで、余地がないんで、あんまり面白いことできないんで。ちょっと戦ってみようかな。走れないのか。だったらレベル上げるのは室内の方が効率がいいってことだ。ダッシュできる。ここの敵あんま強くねえし。風の神殿ってまだ敵出るのか。ちょっとレベル上げすんだったら。どうしよう、もう行けるとこまでレベル上げなしで行ってみるか。じゃあなんか毎回さ、こう、なんかあればレベル上げて、安牌でずっと進んできたけど、もうとりあえずレベル上げなしでやってみるか。お前、今日こんなもんしよう。いやー、久々だな。久々、すぐ出てきた。セーブして終わろうと思ってた。ごめんね。今のところ不満というか、ちょっとロード長くねっていうことぐらいかな。元の音楽ってどんなんだっけ。
なに別に悪くもないけど。